眠い。寝ろ。いいのか、私がいなければこの実況の進行まとめは誰がするんだ。むしろお前は場をひっかき回す側だろ。いつぞやの実況では実況を私ともみじに丸投げしていましたが、全然問題なく動画は進行しましたよね。はい、まともに実況を放置してろくでもない茶番しかしていない動画のことを、問題なく進行している動画と評価するのは明らかに不適切だと思います。それを言うんならいつもの実況もまともじゃないんだよな。むしろ九段の二人でやった時の動画の方が普段の実況より実況していたかと。ぐぬぬ。さて、お分かりいただいたらさっさとお年目してください。いやでも私一応環境なんだけど。それは単に実況するとき環境役として動画に参加しているということであって、実際に相関しているわけじゃないでしょう。さっさと寝てください。そもそもゲーム実況なんでプレイしているのは一人。すっげえ根も葉もないこと言うねー。根も葉もないんでさっさと寝てください。だいたい、なんでそんなに寝てほしいんだよ。は、もしかして猫に襲おうとして？お前がいなくなるだけで私のツッコミの労力が3分の1近くカットされるんだよ。ツッコミから逃げるな。ちょっと待ってください。3分の1カットされるってことは、残りの3分の2は私たちってことですか。自覚ないの？いえ、あのマスゴミが残りの3分の2というのであれば理解できますが。今しれっと私のことディスったなこいつ。ほら、私って一応真面目キャラポジじゃないですか。だいたいいつもあそこのバカガラスに振り回される。おい。他の東方二次創作ではな、でもお前ここではそこそこふざけてるだろ。何のことかな。まあいいや、とにかく麦飯、お前船から降りろ。あれ、いつの間にかネロから船降りろに変わっている。前回に至ってはとうとう実況すらしなかったんだよ。責任取ろうね。待て、話せばわかる。問答無用。ランチがなければ即死だった。しぶといやつね。お前、意外と容赦ないのな。神は冷酷なのだ。そういやお前神だったな。この産業廃棄物が目に入らぬか。こちらにおわすお方をどなたと心得る。恐れ多くも先の忘れ去られて弱々になったドジっ子神、天球地また幸にあらせられるぞ。一同、市場の神の御前である。図が高い。控えおろう。ははぁ。なんだろう、馬鹿にされている気がする。気がするんじゃなくて実際に馬鹿にしているんですよ。おいこら。もう怒ったぞ。今日という今日はちゃんとした実況をさせるんだからな。もうすでに2分も経過しているんだよな。手遅れ手遅れ。それに、この後もきっとまともな実況はされないでしょうね。なんでそう言えるんだよ。投稿主が真面目にする気がさらさらないからです。おいバカ主、そういうとこやぞ。逆に考えるんだ、背景プレイ映像に縛られなくてもいいさと。縛られろよ。登場している艦艇の史実の歴史やゲーム内でのスペック、適切な運用法みたいな解説みたいな内容は、普段解説動画作っていて嫌というほどやっているからやりたくないんだそうで。要するに面倒くさいと、じゃせめてプレイの実況はしろ。ゲームのプレイ状況に合わせて面白いことを言うのがとても難しいんだと。あと、このシリーズ半分他の動画の息抜きがてら作っているので、そういう難しいあれこれは考えたくないんだと。動画の息抜きに動画を作る、ねえ。いやー、食用病で。みたいななんかプロっぽいことほざいてやがる、底辺なのに。まあ、編集を始めるのはいいものの毎度内容が思いつかないせいで、頭抱えているようですが。息抜きになってねえじゃん。つーか頭抱えるくらいなら変な面白さ求めようとせずに普通の実況作れ。結局実況ガン無視して変な動画作っても、よくて微妙な面白さの動画しか作れねえんだから。ああ、でももっと普通の実況動画も作ってみたいらしいので、もしかしたらこのシリーズとは別で何か始まるかもしれません。このシリーズはもうなんかふざけ倒しまくってて路線変更できませんからね。てか、なんでそういう業務連絡を今するの？ってことはこのシリーズはもうすぐおしまい？終わるかもしれないし、並行して作られるかもしれないと。何も決まってないようです。とりあえず、現状の目標としては今のシリーズともしかしたらあるかもしれない新シリーズで通常ツリーのティア3以上の全ての鑑定を実況することだそうで。そういうわけなんで、仮にこのシリーズが終わってもオースグリトズの実況は続きます。パート10にして初めてこのシリーズの目標を知ったわ。というか、今の投稿ペースなら死ぬまで終わらんやろ。そこはほら、投稿主が頑張って毎秒投稿するとかして頑張るだろうから。現状毎日投稿すらできてないやろ。毎日投稿なんて、よっぽどの暇人か気概めいた天才かのどっちかしかできんでしょう。っていうか、なんであやが投稿主の考えがわかるんだよ。いやだって、あそこでカンペ持ってしゃがんでいますよ。あ、いたんだ。なんなら、パート1からずっとカンペで指示出してましたよ。みんな無視してましたが。マジか、気づかんかったわ。自爆霊の意思かと。なんか見ていて不愉快になる置物だから早く撤去されないかなと思っていたんだが、そうかあれが投稿主か。置物でも自爆霊でもないってことは、自分で動けるんですよね。邪魔です消えてください。じゃあ誰がこの仕事するんだ、だそうで。今まで誰もカンペしたがったことないんですし、そんな仕事しなくても問題ないでしょう。バカの代わりに下船な狐でも置いておこう。下船な狐やめろ。あ、投稿主の不透明度がどんどん下げられていってる。うぷ主、バイバイなのん。二度と動画にでしゃばってくるんじゃないぞ。消えちゃった。さて、よくわからん雑談で尺も稼げたし、そろそろ実況でもやりますか。稼ぎすぎなんだよな。もう終盤戦だし。
10秒でも実況をすれば、その動画は実況動画であると古代メソポタミアのゆっくり実況者が言ったらしいですよ。なんで古代メソポタミアにインターネットがあるんだよ。惑星にビルの力を借りれば、インターネットくらい余裕で作れるでしょう？アヌンナキ万歳、アヌンナキ万歳。神主も生まれていないし、ゆっくりもまだないだろ。白霊大神主は超越的な存在ですので、時系列というものにも縛られるわけないじゃないですか。白霊神主万歳、白霊神主万歳。というか、残りゲーム時間1分切ったじゃねえか。焦らない焦らない、短期は損期。さすがにちょっとは焦れ。じゃあ仕方ないですね、実況しましょうかね。最初からそうしろ。雷撃機体、発進。爆弾が2発命中しました。よし、今日の実況終わり。よしじゃねえよ。実況したじゃないですか。あんなん実況と呼べるわけねえだろ。それってあなたの感想ですよね。人間たる心理だよ。正しい根性を。まともに話すのが面倒になったからって、ネット語録で話すな。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。だからネット語録。はい残念。これはえなりかずきだからネット語録じゃありません。そういうこと言ってるんじゃないんだよ。小学生みたい。言われてますよ。おめえのことだよばあーか。お、怖い怖い。あ、もう残り10秒。終わっちゃった。今回はちゃんと実況したし、いいじゃないですか。だから、あれは実況とは言わねえって。なぜなぜ。うわ、うぜえ。これは決め丸。はぁ、まったく毎度毎度真面目にやろうとしないし、反省する気もないし、やってられねえんですわ。実家に帰らせていただきます。